はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、静かに騒ぐ方法です。それでは、西荻フレンドリースクール講師、願書面接担当の今野慎介先生、よろしくお願いいたします。はい、どうもこんにちは。はい、このテーマよくわかりません。矛盾してます。はい。はい。はい、ですね、これはですね。静かに騒ぐ。うん、はい。まあ、フレンドリーは自由時間というものがあって、はいはいはい、まあ、好きに遊んでいいよっていう時間を、うんうんうん、まあ、僕とかね、松浦先生が見てる中でね、うんうんうん、遊んだりとかね、そうそうそう、遊ばせる時があるんだけど、うん、まあそこでなんだろうな、本当にバカ騒ぎというか、もうちょっと一線超えちゃう時ありますよね。そう、もうテンション爆発しちゃって、ね、我を忘れちゃうレベルの騒ぎ方をしちゃう子が、うんうんうん、まあ特に男の子に多いかなっていう感じなんだけど、うんうんうん、なんだろうな、騒ぐな、遊ぶな、静かにしろっていうのは別に簡単なんだけど、それじゃあなんかあんまり僕は意味がないかなと思って、要はその厳しい注意する人がいない、いる環境でしか守れない約束になっちゃいますね。かもしくは0か100になっちゃうから、うんうんうん、騒ぐな、静かにしろって言ったらもう0じゃないですか、うんうん、で騒ぐのは100、ね、うんうん、でそのやっぱ中間を学んでほしくて、程よく抑えた上で遊ぶ、理性を持った騒ぎ方をしてほしいっていうのが僕の一番の、うんうん、この望みなんだけど、だから僕がよく子供たちに言うのは、騒いでもいいし遊んでもいいんだけど騒ぎ方考えてって、うんうん、これはやばいなって思う騒ぎ方は自分で気がついてやめてくれないと、いざという時にもう本当にバカみたいに騒いじゃうよっていうのを、かなりしつこく言ってます、うんうんうん、それは監督者というか、まあ、先生、慎介さんとかいるところで実践してみる、うん、実践して、うん、だからもうどうぞ好きに騒いで、僕が遊ばすときは、あ、僕もやるときはテンション爆上げにさせて、あ、一回上げるんだ、ちゃんと、うん、そうそうそう、リミッター外しながらやって、そうそうそう、一緒になって僕もバカ騒ぎをして、うんうんうん、あえて煽るっていう、はいはいはい、うん、でそこでちゃんと理性を持って静かに程よく遊べてる子はまあいいかなと思うんだけど、うんうんうん、そこでもう我を忘れて乗っかってきて、うんうん、限界突破で大騒ぎするっていうのはそれはダメって、うんうん、そうね、年長さんでもちょっとテンション上がりすぎちゃうともう人蹴り出しちゃったりとかもあったりしますもんね、うん、あとすごい絶叫したりとかね、飛びかかっちゃったりとかね、うん、そうだけど、そういうのはゼロにしちゃうと、いざじゃあ自由に遊んでくださいの時にどうすんのって話になっちゃって、加減が分かんなくなっちゃってね、そう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 、うん、自由遊びがあったりとか自由時間を見てる学校とかもあるから、うん、ゼロ、うんうん、か100じゃなくて 50% っていうのを学んでもらわないと、うんうん、でなんだろうな、決められたことばっかりされてできてたんじゃ、静かに遊びにはこういうやり方がいいよってだけだと、うんうんうん、やっぱどうしてもロボットみたいになっちゃう子もいるし、うんうん、決まったことしかできなくなっちゃうんだけど、ね、うん、自分の、発想の中で楽しく遊びつつ限度をわきまえるには、うん、もうこれ練習しかないから、うん、そうだから考えて騒いでって、うんうんうん、いうことを伝えて、別にあえて声の大きさどんぐらいこんぐらいとは言わないで、うんうん、どうすればいいかで、うんうん、周りの子にも一応全員伝えておいて、うんうん、この子がやりすぎたらちょっと静かにした方がよくない、うんうん、って声かけしてあげるのもいいよって、あなたも気がついてあげてって、うんうん、うん、なるほど、そう、周囲周りにも全員言っといて、うん、本番では別に注意しなくていいんだけど、うんうんうん、今ここはみんなお友達なんだから注意してあげてって、うんうんうん、そうすると他人のこうそういうふうなやばい行動にも気がつける、そうですね、うんうんうん、だからこっちはただ注意するだけ、うん、声の大きさとかそのじゃなくてもう騒ぎ方考えてって、なるほどね、そっか、自分でちゃんと頭使ってそうそうそう、セーブの仕方を覚えていくと、実践していくと、だからね、うん、大騒ぎさせるって大事なんだよね、うんうん、僕はだから大騒ぎさせるのは大好きなんで、なるほど、その子供がその自分なりに工夫して、まあ、上手に静かに騒げた時はやっぱり評価してあげる、あ、もちろん、うんうん、今の声の大きさいいねとか、うんうんうん、もしくは誰かを止めたりとかしたら、うんうんうん、あ、ちゃんと気づいてるじゃないって、うんうんうん、言ったりとか、まあ、いろんな言い方で、うん、まあ、試してるみたいなもんだから僕は、私はじっと見てて、うんうんうん、なるほど、うまくいってる子にはこの子も大丈夫かなって、うんうんうん、これあれですね、お家でもできるかもしれないけど、やっぱりある程度人数いた方がやりやすいかもしれない、ね、いっぱいいた方がいい、やっぱ人数はたくさんいて、うんうんうん、特にバカ騒ぎをしちゃう子がいる環境が一番いい、そうね、うんうんうん、だからね、バカみたいに騒ぐ子がいるっていうのは結構いい環境で、なるほどね、うんうん、その子自身の学びにもなるし、うん、そういう子たちがいる中でどのように立ち振る舞うかっていうのも学べるから、ね、うんうん、全員静かだと全然面白くない、そうですよね、うん、
練習できないですね。そういう時は小学生を投入するの。なるほどね。あのやらせね。好き方暴れてもいいですって。あのフレンドリーの小学生結構協力的ですからね。そう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 。もう悪い子やからさまに悪分かる悪い子ですね。そうそうそう。そういう時は小学生をね投入してね、うんうん、大暴れしてもらうっていう。そうですね。はい、ということでね、あの試験会場でもね、あのたまにいますけれどもね、そういうもしものそう、予行演習がフレンドリーはできますよ。そうですね、うん、結構いる、はい、うん、気をつけて、ね、こういうの練習した方がいいですよ、はい、絶対に予行演習がフレンドリーではできますしね、うん、あのもしできる環境がある場合はね、ぜひ実践してみていただいたらいかがでしょうか、うん、ということです。じゃあそんなところでしょうかね。はい、はい、では教室からのお知らせ、子育て幼児教育相談会、まあ、先生と面談方式でゆっくりお話できますよというものですね。詳しくは概要欄を、ご覧ください。平日と土曜日に行ってます。体験授業も受付中です。あとはしんすけさんですのでね、ご紹介しましょう。面接の練習、あと願書添削、願書のねお手伝いですね、こちらも現在も受付中です。予約もやってますのでね、ぜひご、こちらも同じく概要欄チェックしていただければと思います。画面出ておりますが、9月以降は予約を一部制限する可能性があります。去年はもうパンク寸前でしたからね。あのもう無理です、これ以上はっていうぐらい、はい、そうですね、ライブ生もいっぱい来るんで。そうですね、もう3桁超えちゃうのでね。そうですね、実習数というかね、僕一人でやるには限界が、はい、そうですね、来ちゃうレベルで来ちゃうので、はい、早めに、はい、お願いいたします。そうですね、今年もね、まあ、それこそチーム制でね、うん、何人かその人員は強化してやってるんですけど、そうそうそう、とはいえ、僕だけじゃないんだけど、ね、限度はあるのでね、はい、お早めに予約いただければと思います。はい、連絡先です。電話番号が 03-339-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。メールの際はお子様の年齢とも言っていただける、書いていただけると、大変助かります。教室では引き続きいろいろなテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエストも大歓迎です。メール、ツイッターの DM、YouTube へのコメント欄、何でも結構です。またチャンネル登録や、高評価もいただけますと嬉しいです。ということで、本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。はい。